さて今回はいよいよ最終回ということで、はい、ミッキー吉の古希を語るということで、なんといっても、12月13日に70歳。そうですね、はい、改めておめでとうございます。ありがとうございます。どうも。古希70歳迎えられての心境というか率直な感想って今どんな思いでいらっしゃいますか？なんか60の還暦の時から自分にとっては総括的人生のそういうそれを本気で始めるような感じがした。だからまあ今回のこういろんな作品作りっていうのは、まあ、一曲一曲こうレコーディングしてて、そこでこういろんなことをまた思い出してくるじゃないですか、はい、だからまあ非常に良かったですね。音楽を通してこう自分のこう来た道っていうのをまたこう改めて楽しめたというそういう感じです。自分としてはこれがそうか古希っていうもんかなという、素晴らしいなと自分で思ってます。人生の経験もそうだし音楽の経験もそうだし、今までのこう経験が生きてるなってご自身で自覚っていうか実感するタイミングっていうのはやっぱ増えていらっしゃいますか？いやそれはもちろんですよ。やっぱり一番、まあ、今回亀田さんにお願いしてプロデューサーやってもらって、今回素晴らしいなと思ったのは亀田さんに求められたものを自分が出していくという、ここなんか展開をもう少し考えてくださいとか、まあ、そういうことに応えて、で、あ、喜んでくれるのが一番嬉しかったな。それからいろんな人とコラボやって、話してる時にそういうお互いに求め合ってそれに答え合うという、そこに素晴らしさがあるんじゃないか、一番欲しかったのはそこだったのかなと今回思いましたね。今回の古希プロジェクトに参加された皆さんとのやっぱコラボレーションとかレコーディングというのはもう非常に刺激的な、そこには何の遠慮もいらなくて自分でやりたいように返して、でそれにまたお互いに触発できればっていう、そういう作り方だから、これもいいものづくりの形かなと今回思いました。まさにその古希プロジェクトの第3弾として喜びの歌が配信されました。この曲を聴かせていただいて改めて思ったことは、まあ古希プロジェクト全体に言えることなんですけども、ミッキーさんってそもそももうジャンルレスの元祖みたいな人ではあったりするんですけども、よりやっぱりその古希ミュージック古希プロジェクトの中の楽曲っていうのが個人的にすごく、今のチャートとか今のそのポップシーンの空気みたいなものになんかこうちゃんとぴったり合ってる。それを別にミキーさんが寄せようとも何とも思ってないのに、そのピタッと合ってるなって思うことのプラスの心地よさみたいなのをすごくちょっとジャーッと俺喋っちゃいましたけど、聞かせてもらってすごい感じるんですよ。年を重ねていくとやっぱり表現できる喜びがあるんですね。だから小さい頃は表現ってそうかとか思ってるんだけど、意外と表現できてなかったりするじゃないですか若い頃はね。でもそれが今実感としてこういろんな意味で表現できてくる。でそれがそこにはね、クラシックもジャズもロックもないんだよね、何にも。この年になってこういうふうにいろんな作品にこうちょっといろんなアーティストの方と接して一番それももろこの喜びの歌が語ってくれてると思うんだよね、ノンジャンルであり、それこそもう人種も全てを超えてるような気がする。そうですね。でそれを超えた時が喜びじゃないですか、やっぱり。まさにそうですよ ね、ボーダーを一個超えたところですよねそうそうだよね、これまでやっぱりそのキャリアということで言うと、まあ、今回のマミー D さんがまさにコメントで D さん自身が音楽好きになったきっかけの一人じゃないですか。やっぱり D さん自身のルーツの一人が後醍醐でありミッキーさんであると、ミッキーさんが古希の時にこうやって出会うっていうドラマが僕は今回の古希プロジェクト素晴らしいと思うんです。いや素晴らしいよ本当。だからね、総括っていうことばっかり言ってるけれど、本当にね自分のいろんな点が全部つながってくんだよね。だから点だけだと
要するに点でダメみたいな話だから点だけじゃダメじゃないですか。でやっぱりそれが線にこうつながってくるから、それがやっぱり自分の一つの喜びでもあるし、まあ、それと一番今回のこの喜びの歌やってて分かったのは、一体自分はあのはっきり言ってこうベートーベンのこと研究してるわけじゃないし分かんないんですけど、でもやっぱり彼から学んだものっていうのはあるんだよね。それは音楽のダイナミックさとか、それから迫力ね、要するに迫力と、そういうものを得たんじゃないかな、彼から。この年になると、あ、この人からこれを学んだとか、それがはっきりしてくるんだよね、その出元というか。これが また面白い。一人で喜んでるんですけどさでもこれも喜びじゃないですか、やっぱりね。12月22日にデジタルアルバムとしてまずリリースされます。タイトル聞きました。 Keep on kicking it。 Keep on kicking it、 それコキね。そう、頭の頭文字を全部取るとコキになるっていうそうなんですよ。これ最初冗談で言ってたんですよ、あのカメラさんと話して、なんかないですかねって言うから、僕はずっとこう普通は Keep on running とか言うじゃないですか、ずっと走り続けるとか。で僕はやっぱりいろんなもんこう蹴ってたいなっていうか、Keep on kicking it、 一生関係でやってるようなもんで。 YouTube のインタビューシリーズのタイトルは僕が命名させてもらったんですけど、これも頭文字を取るとコキになるようにちょっとやってみたんですけども、 Keep on kicking it にはかないません。一頭はね無理やりコキにしたんですよ。だから普通は Keep on kicking じゃないですか、 Keep on kicking it だから、まあ、それは人生でもあるかもしれないし、音楽かもしれないし、その一途ですね。今そのご本人としてリスナーにもうとにかくもう ここ聞いてくれよとか、あのこんなアルバムだから楽しみにしてくれよみたいな予告編、イントロダクションみたいなものをさらにいただけるとしたら、どんな言葉いただけますか。喜びの歌っていうのはこう全体を表してるんですね。で本当は僕はスピリットミュージックウェルという音楽の魂がこう伝えるもの、そういうようなイメージの曲もあったんだけど、それはあの喜びの歌でちゃんと表現されて、やっぱりあれがこうメッセージだろうなと思うし、曲単位で言うと僕にとってゴールデンカップスターは五大王って外せないじゃないですか、この音楽人生の中で。僕が入る前の曲だったんですけど、銀色のグラスをやってるんですが、これはね、こう一緒に参加するメンバーもまず第一条件がゴールデンカップスを愛した人たちっていうかね、愛してる人たち、好きな人たち、浜さんだったり、それから金子さんだったり、それからもちろんチャー、どれだけみんながゴールデンカップス好きだったかとか、そういうのが演奏に出てるし、エディ・バンも参加してもらって、曲のドア玉の掛け合いがエディと僕と2人でやってるんですけどね。そう、あそこだけで2人でこう掛け合ったんだけど、まあそれが、まあ素晴らしかったですね。もちろん五代目って外せないんで、五代目の曲がいっぱいありますけど、特にガンダーラかな、やっぱり竹川と2人の全く2人だけの、デュオの、でやってみたんですね。しかもピアノで。ガンダーラのね歌詞はわざと英語にしたんですよ。奈良橋子の詩の中でも一番いい詩だと思ってるし、それもまあタッカーと作曲者と僕と2人でできたっていうのは、それも素晴らしかったですね。僕が唯一今回新しい曲書いてるのがあるんですよ。Never Gone っていうね、これを岡村さんに歌ってもらったんですけど、これはね、五代醐の浅野高美が亡くなった後に、こう、というか亡くなる頃に書いたんですね、この曲をね。それで、今ずっと作っていくうちに、浅野だけじゃなくて、そのゴールデンカップさんを守るとか、麻婆、ルイズ・ルース壁とか、それこそ証券とか、ゆうやさんとか、みんなね、ポール・ジャクソンもそうです、ポンタも。みんなそういう仲間だった人がそれぞれが全部あの曲の中にこう入ってくるんですね。もうこれやっぱり曲とすればあれで今回のこのアルバムはまとまったなっていう感じがする。
なんか一番ずっとこう来てるのはやっぱり喜びの歌とネバーゴンかな、やっぱり一番自分の中に。それが一つの僕のメッセージでもあり、なんか象徴してるような感じがする、この古希のね。このアルバムを聴いたリスナーの方々の感想たくさん届くといいですよね。そうですね、楽しみですよね。今回一応インタビューシリーズとしては最終回ですが、いろんな方がやっぱりこのインタビューシリーズ見てくださってると思うんですね。リアルタイムで、うん、昔から五代もないしカップスないしミッキーさんの音楽を聴いてくれたファンの皆さんへ改めてまずメッセージをいただけたらなと思います。そうしたら文字通りこのキーポンキッキンじゃないですかね。元気で生きることっていうのは一番大事だと思うんだよね。やっぱりそこが僕のメッセージ、そこに尽きるかな。やっぱり若いリスナー、若い音楽ファン、もしかしたら、今回のアルバムで、初めてミッキー吉野、音楽家ミッキー吉野の、音楽に触れるリスナー、そういうリスナーに何か改めて言葉をいただけるとしたらどうでしょう。そうですね、 まず楽器やってる人にはとにかくやめないで続けてくれということかな。年を取るっていうことはすごいいいことなんだよね。っていうのは表現もどんどん豊かになるし、それから年取ってくるとその分かることっていっぱいあるし、やっぱりやり続けるっていうことが、まあ、このミュージシャンだけじゃなくても大事なんじゃないかな。まあ、それはだからこう若い人から全世代に言いたいよね。それこそミキさんのように先輩の世代に年を重ねること、経験を重ねることは悪いことじゃないんだ、むしろ楽しいことばっかりなんだって言ってもらえると、やっぱり勇気湧いてくるし、同じようにこう元気になるリスナー、視聴者の方々いっぱいいると思うんですよね。いろんなこう学んできたこともあるし、自分が経験したことになるから、一番大事なのは考える力じゃないですか。なんか自分でそれをこう答えを出していく、やっぱり表現する、楽しさっていうのはこれは、生きていくこと自体が表現だと思いますね。20代の時、10代の時に作ったもん、今やると全然違うんですよね。でもやっぱりそれも長く生きて長くやってるからもらえる喜びなんだよね。やっぱそういう、まあそういう意味では、まあ、また来世も音楽家で生まれたいかなっていう感じ。7回にわたってたくさんのお話を伺ってきました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございますね。これからもリスナーにも求められ、プロデューサー亀田誠二さんみたいなこうした采配をする人たちにも求められ、そしていろんなミュージシャンにも求められ、ミッキーさんも求めて、また新たなスパークがたくさん生まれることを期待しています。そうですね、そういうふうにみんなでしていかなきゃいけないでしょうね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。